それとですね、最後にこの1本なんですけども、この東海地区の石黒さんが、まだ売るのっていうぐらい、もうダントツの販売力を持ってやってるモンスターサーフなんですよね。で、最初一番、モンスターサーフが一番最初に出したのが、これ一番なんなんですけども、我々の感覚ではもう落ち着いてきたかなって思っているんですけども、石黒さんの場合は火をつけてこれ、売ってくれてる。これの機種は何かというと、モンスターサーフのシューティングスペシャル、MSS1072 の TR です。で、これは実はアングラさんは知ってるかどうかわかりませんけども、Gクラウドの中には、モンスターサーフが1052、1072、1092とあります。で、これが、ウェイトだけが、違うだけで、中身が一緒って思ってる感覚の人がいるんですけども、実は全く違うんですよね。で、ちょうど全国を想定したときに、一番多分使い道が多いのは、この1072なんです。それはなぜかというと、モンスターサーフの中で、10グラムぐらいのミノから45まで、この幅の広い範囲が相当大して完璧に使うのがこの1072なんです。ということは、モンスターサーフの中で一番テーパーが緩いわけです。ということは、これを使った後に、いや、僕はもう30グラムしか使いませんよ、なった時は逆に言うと105なんです。もしもそのルアー縛りっていうんですけども、重さの縛りがあった場合で40グラムしか使えませんって言うんでしたら109、それを全部使いたいんやってお客さんがこれなんです。だから最初の1本でやっぱり1年間通して1本で全部やりたいっていうお客さんに対してはこの1072っていうのもう爆発的に威力発揮すると思いますので、よろしくお願いします。はい、でこの6なんですけども、一応45グラム、正直な我々は結構制限してセーブして話やってるんですけども、使ってる人は誠に言いにくいんですけども、10キロのブリとか普通に取ってるのが現状で、その10キロのブリってこれぐらいですねっていうのをまた大友さんに体感してもらおうかなと思って、一回この曲がり引いてください。多分なかなか釣りでここまでの曲がり方するっていうのはまずないと思うんですけども、これはロッド の余裕の部分になってきますんで、よく見ておいてくださいね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、いきますよ。これも10キロの振りぐらいだよね。でもう一個いきますんで、こういう感じです。はい、ここまで使うことができますんでね、皆さん怖がらずにバンバン使っていきましょう。はい。